もともとこの女川っていうのは本当に町が活発な割には商工会職員が少ないということで、まあ本当に通常からなかなか女川って大変だよねと言われてるところなんですね。で、私去年から赴任してきまして、事実1年勤めましたが本当に激務です。だから震災前から連日深夜休みもなく働いておって、こんなのがずっと続くのかななんて思った1年の締めくくりに、あの津波がやってまいりまして、で、まあ津波が来てもやっぱりその状況は全く変わらず、もっとひどくなった。本当にもう震災以降休みもなく、朝となく夜となく、で、まあ、家族も犠牲にしながらですね、まず商工会そのものの業務、元々の業務プラスやはりこの震災に関わる部分ですね、復旧復興、まあそれは当然もちろんのことなんですが、例えばやはり外部からのこういう例えば取材さんであったりとか視察団であったりとか、あとあの協力支援者の応対とか、もうほとんど昼間はこういう外交的部分に全て費やしてます。で、自分の仕事はいつからできるんだというと、やはり夜7時、8時、9時ぐらいから始まって、やはり深夜に及ぶと。その繰り返しでもはや7ヶ月、まあ、これがいつまで続くのかななんて思っておりますけれども、まず町の状態見ていただければ分かるんですけれど、本当にもう何にもなくなったんでね、やはりまあここで泣き言、小言言っても仕方ないんで、まず私も本当に死の一歩手前で残された人間ですんで、やはりこれ生き残ったということは、まあ、天命、また去年ここに赴任したのもこれもまた天命ということで、まずこの女川のためにですね、まあ、商工会としてできることで、私個人としてもできることということで、まず活動するつもりで頑張っているところですね。本当に商工会館4階建ての会館、この辺っていうか宮城県ではもう本当に珍しいモダンな建物だったんですけれども、その4階建てが一気に津波約10分程度で飲まれて、でさらに屋上にあったその受水槽、給水タンクなんですけどね、まあ、そこが鉄塔から5メーターぐらいのところにあって、その一番てっぺん足元50センまで水が迫った時感じたことっていうかですね、その心残りっていうか後悔っていうのは、やはり家族っていうか子供ですね、3歳と1歳だった子供なんですけれども、まあずっと仕事が忙しくてすれ違いの日々で、子供たちが保育園に行く頃は俺はギリギリまで寝てる朝で、深夜っていうかもはや朝近いくらいの時間に帰っていくと、当然子供たちは寝てる、そういう繰り返しがずっとあって、まして3月11日あたりだと確定申告の時期といって、一番商工会が、まあ、どの商工会もですけど、さらに我々の場合大きい、まあ、イベントというかですね、その申告時期が参って、本当にもう子どもたちは1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいまともにこう接することができなかったんですね。ただもはや3月15日で申告が終わんで、それが終わったらまずどこか連れてってあげようかななんて思ってた矢先に、あの大津波で自分がその死の際に立ったのに、もう自分の死の恐怖というより、その子供たちに会えなくなんだなと思う、その本当に後悔ですね、心残り、なんで今朝こうこうしてやれねがったんだろうと、ちょっとでも早く起きてこう早く頭撫でたり抱っこしてこうほぺたに宙の一つも、なんでできなかったのかな、このままだったらもうまあほぼダメだなと。でもあの光景を見ると子供たちも生きてんだろうかと思いましたけども、まあ当然親とすれば生きてるだろうと、まあ自分は死んでも子供たちは生きるだろうというようなことでですね、非常に心残りと後悔、それに襲われましたね。それでまあその給水塔の方に
肩身という意味合いでですね、自分のネクタイをこう結んで、まあお父さんここにいたよと、まあ、その建物が残っても保証はなかったですけれども、ただまあ比較的丈夫な建物で、前にもかなりバリパロ縄というある意味防波堤ができてたもんですから、多分俺らは流されても建物は残るかなというような観点で、そのネクタイを結んで肩身にしたと。ただまあ幸い足元50銭で水が止まってもらって、あとは引き波に変わってってもらって、それから何波も津波は押し寄せましたけれども、その給水塔の夫の一番最上まで追い詰められることはなかったので、幸いこうやって今皆さんにお話できるようになってますけど、だから次の日この浦宿地区なんですけどね、私の自宅はね、だからここもないだろうなと思って、その山の方から降りてきたら、ここがスカーッとこのまま残ってたんですね。それを見ただけでもう涙、ああひょっとすると家は残ってっけど、でも子供たちは流されたかもしれない、例えばどこかに買い物におじいさんおばさんなんかで行って流されたかもしれない、今回うちに早く行かなきゃ行かなきゃと言って、うちに着いたらば冬だったんで、まあ窓をパラッと開くわけではないんですが、障子が開いててガラス越しにその子供たちが2人並んでガラスに手当てて外を見てるんですね。多分ほらお父さんお母さん帰ってこなかったもんだから、ずっと待ってたんだと。そんで子供たちが俺を見つけた時、そのガラスの向こうで笑いながらぴょんぴょん跳ねてる姿を見た時はですね、本当にも俺はもうその場で子供たち抱っこする、その前にですけど、その姿を見ただけでもう泣き崩れましたね、その場でね。そしたら子供たちがパーッと出てきて、おかえりおかえり、まあ下の子供はまた喋れないんですが、ニコニコしながら寄ってきて抱きすがられた時は本当にもう嬉しいっていうかね、本当にもう生きてていがったと、子供たちがまず生きてていがった、そしてまず自分もなんとか生きれてよかった、本当みんな無事でよかったと、本当に人が生きてるってこんなに素晴らしいものなのかと、当たり前なんですけどね、そういったふうなちょっと状況、ちょっとねちょっと長くなりましたけどね、本当にそういった感じですね。今も座標の光景を思い出すと涙出るんですけどね、だからそういった喜びが大きい分、やはり失う時はすごい後悔が出ると思うんですね。だからやはりそういったのを残さないように、まあ難しいですけどね、日々仕事に追われ、いろんなものに追われながら生活するんで、後悔残さないようにってかっこいい言葉で言ってもどうしようもないんですが、ただやはりそういったことをまず意識づけで日々生活しているというような感じですね。まあ当然赴任して去年の1年はそれなりに自分なりにも地域の皆さんと関わろうと思いながら、当然仕事を通じても、あとはお祭りイベントを通しながらもいろいろ活動して、それなりに自分でもやれた方かなと思っておったんですが、震災を受けて逆にこの全てを失って、皆さん失って、まあ、当然商工会も何もかも失って、そんな中でゼロからというか逆にもうマイナス、大きいマイナス柄のスタートですが、地元をまず車もないんで足で歩くというところから始まって、要はあの従前1年いた中でも行ったことないところを足で歩って、いろいろな人と話して、いろいろな人と接してですね、やっていくうちにやはり女川のへの愛着、まあ当然私自身も女川には住んではいたんですが、もともと私隣町石巻市生まれ石巻出身ですんで、ちっちゃい頃からここに住んでたわけではないんで、そんなに思い入れという強い部分は、なかった部分はあるんですが、ことこの震災を通じてですね、そういったわけで強い思い入れができました。そしてあと何よりその思い入れを持たせてくれたのが仲間ですね。まあ、商工会青年部を中心として、まあ、会員さん、皆さんがですね、やはり
この大震災で自分が何もかも失っても商工会を頼ってくれる、そして私を頼ってくれる、それでまず思うように何もそんなに進まないんですけれどもね、ただまあその頑張る姿というか、まあやるだけやってもらってんだなというその信頼が生まれて人間関係が強くなったことによって、やはりそのお名前の復興復旧、そしてこのスタジオを早くなんとか当たり前の状態というかですね、まず当たり前にしても今までのようにはちょっとなかなかいかないんですけれども、今はほとんど無の状態から、ゼロの状態から2か3ぐらいの状態まではすぐ底上げしてあげたいなというように今ちょっと動いてますね。ずっと本当に女川に本当に外にも出ないでずっと私はいるんですけれども、まあ、仕事を通じて、まあ、いろんな人と接してですね、であと、まあ、震災をきっかけにですね、まあ、震災になったためにここにどうしても入れなくなって外に出てしまう人、それは、まあ、いると思うんですが、まあ、それもしないでここにずっとここで今後も頑張っていくっていう方の姿をやっぱ見てますと、私でも何か協力できたら一緒に何かしたいな、したいなっていう思いはありますね。当時ですね、まあ、一緒に商工会にいたんですけれども、まあ、津波が来るっていうことで私ともう一人の女性職員は先に逃げたんですね、はい、で町立病院まで行ったんですけども、ここを上から見てたらもうすぐそこまで津波が来てたの見えたの で上の熊野神社まで逃げてですね、でそこの階段登っているうちに男の主人が給水塔の階段を橋もよじ登ってるところが見えまして、まあ、はっきり言ってもうダメだなと思いました。ただでもまあうじらだけでもいいねげねえべっていうことで、家に戻られたのは次の日ですね。ただ家族もやっぱりみんな離れて、その日は母親だけいたみたいで、で全員揃ったのはやっぱ3日後ぐらいですかね。その直後の町の状態っていうのを見た時はどういう気持ちでした、はい、本当に夢なのかなっていう感じで、みんなあっけに取られた感じで、特にわーって騒ぐようにしても周りの人もいなかったです。ただ呆然として見てたっていう、まあ、今回の震災で約1万人いた人口ですね、それがまあ1000人行方不明もしくは死亡ということで1割の方が犠牲になられたと考えると、まあ、9000人、そこからと実はここに戸籍は残ってますけれども、実質避難として今例えば石巻や仙台っていうふうに出てってる人がもうすでに2000人はいるだろうと言われております。で大津波は来る、例えば原子力発電所も控えてますんで津波は来る、原発もある、別にそんなとこさえいなくていいんじゃないか、勤めももともと小名川から例えば都市部に通ってたんだからという人は逆にどんどん抜けてるんだろうと、その裏腹にこれからの町の作り方と仕組みの考え方ですけれど、だから本当は今何もなくなったんで逆に半端に残るより考え方ですけどね、スパッと何もなくなったんでやりやすいっちゃやりやすい時だと思う。ただこの舵を切り損ねっとまたうまくないと思うので、やはり今が一番大事な時期なんで、ちゃんとした計画を残った町民でみんなで考えていかなきゃないのかななんて思ってますね。やっぱりこの震災で外に出れてしまった人たちをもう一度呼びたいっていうか、来てほしい、住んでもらいたいっていうのもありますし、その他にも女川ってこういういい町なんだよっていうことで今まで知らなかった人たちも呼びたいなっていう気持ちはありますね。来てもらったらいいなとは、今まで以上の女川になったら